将来の計画が立てられません。精神科医カバサー塩のカバチャンネル、将来の計画が立てられないんですけどという質問をいただきました。まあ、将来の計画といってどのぐらいのスパンなのかっていうのがちょっとわからないんですが、まあ、3年とか5年とか10年なのかもしれません。私ある人からある質問されたんですよ。カバサーさんの10年後の計画ってあるんですかって。私聞いた時ですね、計画ってのはないですって言ったんですね。夢と予定しかないんですね。私の場合は夢というのはこうなっているといいなというイメージですね。イメージ、予定というのは実際にスケジュール帳に記入されたですね、予定です。で、例えばハワイ旅行に行きたい、私の場合はハワイ旅行に行きたいと思ったらスケジュール帳を開いて7月の第2週とか決めたらその時に書き込むんですね。もう書き込んだら次はパック旅行で行くならそれを調べるし、あるいはとりあえず飛行機だけ取ってしまう。飛行機早く取れば安いですから。そうするともう決まっちゃうんですよ、それ行くことが。絶対飛行機も取ってしまえばですね、またキャンセルにお金がかかったりするから飛行機取ってしまえば行くことが確定してしまうんですよ。それが予定っていう考え方ですね。だから私計画っていうのはあんまり好きじゃなくて、計画を立てるっていうのは、まあ、例えば学生の頃とかそういう勉強するのにね、今日は何ページの何個までやるとか計画を立ててますけど、社会人になってから計画っていうのは立てないで、予定とトゥードゥーリストだけで管理してるんですね。予定っていうのは今月の予定っていう月間予定、それと、まあ、トゥードゥーリストっていうのは今日やるリストですね。あとこれに年間目標っていうのが加わるわけですけども、計画っていうことはないんですよね。ですから計画を予定に落とし込んだらいいです。皆さんのなんかこういうことしたいな、こういうことできるようになったらいいなっていうのがあると思うんですけど、そのしたらそれを予定に落とし込むっていうことですよね。例えば英語が喋れるようになりたいなって言ったら、ラジオ講座を毎日やるっていうことを予定表に書き込んだりすればいいわけですね。そういうふうに計画っていうのはですね、昔そういう社会主義国家の5カ年計画とかがありましたけど、大体何カ年計画とかですね、5カ年計画とか10カ年計画といってもほとんどですね実現しないですよね、その通りは。だから計画っていうのは立てても、まあ、あまり意味がないものだと思います。予定っていうのはもうあらかじめ決められた将来ですから、それを確実に自分で決めることができるんですね。だから計画ではなくトゥードゥに落とし込んで、今日これをやる、あるいはいつこれをやる、3ヶ月間これをやり続けるっていう、この予定に落とし込むことによってかなり現実に近づいてきますよね。ほとんど現実に近づいてきます。もう一つはそれと別に夢っていうのはあっていいと思うんです。夢がないと頑張るエネルギーって原動力になりませんから、将来こうなりたい、5年後にこうなりたい、10年後にこうなりたいっていう、この漠然としたイメージでもいいんですけど、それはビジュアル的なイメージとしても持てるといいと思うんですが、そういうものを持つっていうことは別個に大切だと思うんですけど、普通はその予定と夢の間に計画っていうのを入れる人がいると思うんですが、私はそういう発想っていうのはあまりしないで、できるだけ予定やトゥードゥに落とし込んで、自分がそうなりたいために今何ができるのかってことをよく考えて、今日何ができるのか、来週何をやっておくとそういう1年後3年後にそうなれるのかっていうことをよく考えて、今一生懸命頑張るようにしています。